MLB、ロッキーズ、ドジャース、日本時間29日、デンバー、ドジャースの大谷翔平投手は28日、日本時間29日、敵地、ロッキーズ戦に、1番、指名打者で出場し、第1打席で右声安打を放った。2刀を試みたが、ムーキー・ベッツ内野手の邪ヒで二塁ベースを踏み忘れ、アウトになる珍事が起きた、いきなり強烈な打球が飛んだ。 大谷が放った弾丸ライナーはあっという間に右翼手の頭を越えてフェンス直撃。当たりが強すぎて一塁で止まった。打率は311に上昇した。続くベッツの打席でスタートを切ったが、ベッツは一邪火。大谷は慌てて一塁に戻ったものの、その際にすでに踏んでいた二塁を空過ごしたとしてアウトになった。二塁手のロジャースがベースを踏んでないとアピール。 一類種のトグリアが二類に転送して閉殺となった。大谷は試合前時点で54本塁打、130打点、133得点、出塁率三3 9 0長打率ドット651、オプス1.041、99長打、408塁打、ISO、長打率、打率点、百3 4 1本塁打率、本塁打数割打数、 11.61でリーグ10冠打率309、リーグ2位、194アンダ同2位194安打、銅2位、位57盗塁、銅2、位トタ部門も上位につける。9月に限れば24試合に出場して打率点398、98打数39安打、10本塁打、32打点、26得点、14盗塁、 1.270べてメジャートップの数字だンジは起きたが第一打席も強烈安打どこまで数字を伸ばすだろうか